皆さん、ご視聴ありがとうございます。リーフチャンネル、そうパパです。またね、ちょっとね、綺麗なイモリをお迎えしましたんでね、こちらのね、綺麗なイモリを今回ご紹介したいと思います。それではね、こちらのイモリ、カージスマダライモリと言います。まあざっと説明した感じはこちらになります。イベリア半島に分布している小型のね、イモリになります。じゃあね、こちらの飼育環境、こないだお迎えした南イボイモリと一緒に飼育したいと思います。こちらが先日お迎えした南イボイモリの飼育ケージになるんですけども、ただね、ここにカージスマダライモリを入れるわけではないんです。ましたね、南イボイモリ。ちょっとね、飼育環境ちょっと作り変えてコケリウムにしたいと思います。はい、まずは南イボイモリをね、ちょっと避難させます。ちょっと待っててね、マイケル。ちょっと用意するものをご紹介しましょうね。はい、まずは苔ですね。2種類の苔をちょっと使っていきたいと思うんですけども、まずが、これが、砂苔ですね。まあ、一般的な、ちょっと苔になるかなと思うんですけど。続きまして、また苔なんですけども、小坪苔という苔になります。これね、なんかプチプチ、なんか粒になっててね、なんか海ぶどうみたいでね、美味しそうな苔なんですけども、こちらのね、2種類の苔、使っていきたいと思います。はい。それではね、まず、ちょっと土台をね、作って、立体的にね、ちょっと軽く、ちょっとこの床というか、地面を作っていきたいんで、コルクと、この石と、使ってね、ちょっとざっと、大まかなレイアウトをね、していきます。コルクをね、まずこの辺に、はい、石何個かありますけれども、大体ね、こんな感じで、ちょっとね、コルクと離して、はい、こんな感じでちょっと置いてみました。そしたら、まあ、床材に使っているテラリウムソイルをね、上から足していきます。まあ、その時に平らにするんじゃなくて、ちょっとこう立体的にね、見えるようにこう山をね、作っていきますね。これね、使っているゲージがエプティギアなんで、ちょっとね、横から見せられないんですけれども、まあ、こんな感じで、ね、ちょっと平らではないです。ちょっとこう盛り上がったような感じで、今ね、テラリウムソイルを敷きました。はい、ちょっと霧吹きを吹いて苔を配置していきます。ちょっとね、長いんで早送りで。じゃあね、苔も配置できたところなんで、このカージスマダライモリ、こちらの方をこの環境にね、入れてあげたいと思います。そうだね。うん。じゃあ次に、この南イボイモリをね、戻してあげたいと思います。はい。自分で戻って。はい。スプーンが落ちてしまいましたけど。でね、実はちょっとレイアウトが足りないと。苔ちょうちん苔っていう苔をちょっと足して、コルクブランチを足してね、またさらに立体的にちょっと作りました。それではね、今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。